さあ川西さん、はい、緊張してますか見ての通り緊張してます。り、<laughs> 僕も初めての,あの主演の映画ということであの、思い入れが本当にあって、僕の,あの一生忘れない作品にあのなると思うので、皆さんにそれをあの早く見ていただきたいなっていう気持ちが一番あります。はい 桜田さんは全編セリフが関西弁でいらっしゃったということでどんな風に役作りをされていたんでしょうか。そうですね。あの台本をいただいたときにセリフの音源のデータをいただいてそれでこう家で練習しながら実際に現場で方言指導の方を交えて撮影を進んでいきました。なるほど。苦労したところとかってありました。うん全部？<laughs> やっぱり方言 すごく私関東出身なのでまあ聞きなじみがないのでこれがこうね実際に関西に住んでいる方からして違和感になって作品に集中できないっていうのが一番すごくこう懸念点だったところもあるのでなんかただそう。 そうですね方言だけに意識を向くとその演技面がおろそかになってしまうのでそこのバランスを取るのが難しかったですねなるほどカニさんから何か,か関西出身でいらっしゃいますかです、ね、助け舟はもののでないですないですもうすごいないですいやいやないですもう僕のやっぱ、はい、あの言葉があったからいやないですないですないなんならカニさんも方言指導を受けてました <laughs> <laughs> はいないです なかった染まっちゃったんかな <laughs> 多分東京に染まりましたね<ー>忘れてないですよ関西魂いやーまあ本当にゼロからのスタートだったんであの、まあ、この映画をぶち壊さないように、はい、練習は頑張りました形からまずどうすればいいんだろうまあまあどうすればいいんだろうっていうか全くだったんであの全部大変ですねいやあの指 皮とか硬くなっていくし豆豆できるしまあできるだろうっておばあさんドラマやってたんですねできますよねで楽譜見たら絶望みたいな結構本当にやったことないジャンルだったのでやっぱすっごい難しいなあって思いながらでも本当にに、ね、ひよりちゃんも関西弁でいろいろ なってたけど多分うちら楽器人もこう業界の方とかやってる方から見てなんか下手くそ「いやこいつできねえじゃん」って思われないようにしなきゃなみたいなすごい責任感感じてましたなんか弟感のあるいたずらとか好きだよね結構ねなんかよくさ俺のほんとんか小中学生がいるようななんか後ろからポンってやって。 みたたいいなとかはししょっっちゅうややてきました <laughs> いやそうですか<ー>やってましたか,だからそういうのもあってなんか人見知りってよりは何かこう可愛げのある何か素直なピュアな子って感じそうなんですね、はい、あ岩に <laughs> 岩役を待ってますはい<岩役> <laughs> 僕あの人生で推しができたことがなかったんですよでも最近推しができたんで<え>その推しがあれば 何もいらないかなって。え。言わないんですか。<laughs> <laughs> なんかちょっと、無理強いしちゃうかなと思ったんですけど。ね、はい。本当にかっこよくて。うん、あの、演奏シーンとか、見てても、本当に惚れ惚れするんですけど。うん、あの、柳くん。柳くん。<laughs> <laughs> 柳くん。ごめん。ごめん。それはそう。ごめん。 それはそう本当に、うん、あの金髪の柳木君見てください。本当にかっこいいすいません、ありがとうございます。はい、ごめんな。いやいや、それはそうですね。うん、もちろんかっこいいです。僕は昔からまあ音楽を聴くのが大好きであの歌うことも大好きだったんですけど、今 J1 になってもちろん歌は歌いますし聴けますし作るし。僕も あの清澄と同じように家に帰ったら必ずこう作曲の練習したりあの曲作ったりっていうのを繰り返す毎日なのでなんか僕にとってこういつもそばにある音楽っていうものは本当にそれぐらい大切だなと心から思って「音楽」って書きました。